Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今日はですね、これ六所神社っていう岡崎の、神社に来てるんですけど、ちょうど今ちょっと音入ってますかね。結婚式やってるんですよね。どうする家康ですごく今岡崎、注目されているんですけれども、その様子を近くで撮らせていただいたので、ショートでまた上げようと思っておりますけれども、こうちょっと正面から撮るとすごいんですよ。このド派手な東照宮を思い出しますよね。日光行った時に私最初びっくりしたんですね。あの色合いに、これ日本なのかなここって思ったという記憶があります。こんな感じ、結構でも素敵です。私初めて来たんですね。なんかすごくお子さんとお父さんが手つないで歩いていい感じですよね。はい、それではですね、今日はクラシックのね、禁断話をお話ししていくというお話をして、車の中で撮った動画なども、上げたかと思うんですけれども、今日はそのお話をするにあたって、もう基本の技の大前提をお話しさせていただきたいと思います。世の中には全てのジャンルにおいて例外ということは存在します。ですから1万人に1人ぐらい例外っていうことはあるんですよね。例えばどういうことかっていうと、私の先輩のお母様は御年92歳で毎日晩酌をされ、おタバコをたしなんでいらっしゃるそうですが、元気だと。例えばそういうことですね。でもそういう方っていうのは稀であってということです。ですから今から私がお話しすることは一般の方に、半分以上の方には当てはまるんじゃないかという前提でお話ししていきますので、そのあたりのことはご了承いただきたいと思うんですね。そんなことはない、そんなことない方もいらっしゃるっていうご意見きっとあると思うので、それはよく分かっております。だから自分がその例外というものに該当するというご自信のある方はスルーしてください。はい。でこれはですね、何回も言っていることなんですけれど、何か一つのことを必死になってやってきた人っていうのは、残念ながら他のことをする時間がなかったので、社会的訓練であるとか他の生活面が自分でできない人って結構多いんですね。特に天才型の人は、ただ私は天才型の人にお会いしたことはあるし、それから非常に優秀な方、という方にお会い、何人もお会いしてきました。ですが私は、実際に天才だなと思った方にお会いしたことがまずないのね。だから、大多数の人は優秀な方、一般の中の優秀な方なんじゃないかなと思うんです。で、そういう中で一番恐ろしいのは、人間にとって一番恐ろしいのは人間であって、一番恐ろしい感情は嫉妬です。ジェラシー。だからこれをいかに使いこなしていい方に使えるようにするかっていうことではないかと私は思っているんですね。なのでうん、私が非常にそういうことで大失敗をしてきております。私レベルですらですね、ちょっと一旦鳥居を寝ます。私レベルですらジェラシーを持たれて結構足を引っ張られたこととかもたくさんあるんですね。なのでできるだけその普通にしててジェラシーを持たれるのは仕方がないと思いますけれども、人のジェラシー心に火をつけないような処世術というのはそれなりに
持っておくのが望ましいのかなというふうに私は思っております。これはもう正直な私の感想でありまして、これこんな大きな駐車場があったんですね。私はちょっと反対側からアプローチしたので、今お子さんがランドセルのお子さんがちゃんと頭下げて入ってきました。あ、この絵すごくいいと思いません？あ、すごくいいなと思いました今なんか子供、礼儀正しい子供を見ると私すごく嬉しくなるんですよね。やっぱり教えてますのでね、とても素直で礼儀正しい子っていうのを見ると本当にこうすがすがしい気分になって、本当に嬉しい気分になります。これ正面にも赤い鳥居があるんですよね。ちょっとあそこまで歩きながらお話ししてみようと思っています。本題に戻りますけれども、伝説の少年バイオリニスト、天才バイオリニスト渡辺茂雄さんのところでつくづく思ったんですけれども、繰り返しになりますが、私程度レベルでもやっぱり生活っていうことにおいてはほとんど訓練がされていなくて、結構私やっぱり大変だったんですね。大学の時 いきなり親から離れて、なんかいかにも東海道っていう感じになってきたな。はい、この近くには愛知県で、一番どうだろう、現役東大合格率ナンバーワンと言われる岡崎高校っていうのがそばにあるんですけどね、そうなんですよね。だからね、やっぱりそこを支えてくれる人がいる方が体制できるっていう気がします。私の友人ね、私の親はそういう、生活面のもちろんサポートはしてくれましたけれども、私はサラリーマンの娘でして、特に音楽の世界に知り合いがいたわけでもなく、ですから割と苦労した方です。ですから高校にから音楽科に行ってという、名鉄が今通りました。こういう位置関係なんだ、分からなかった。車で来ると分からないんですよね。それでね、ちょっと車が映っちゃうので、ナンバーが映っちゃうのでちょっと下を向いていきますけれども、そういう部分をやっぱり支えてくれる人がいないと、多分その才能を、殺すことなく大人になるっていうことが非常に難しいんだなっていうことがよくわかります。私の大好きなサンソン・フランソワっていうピアニストがいるんですけれども、私の知りうる、情報ですとね、やっぱりお酒の飲みすぎで、ステージで倒れて40代で亡くなったということになっております。私の友人でやっぱり優秀な、イタリアにちょっと長く留学していた友人はですね、割とね同じことを言ってたんですね。乗ってくると夜中まで練習しちゃうと、で気がつくとね3時とかになってるんですって。でだから全然不眠症になっちゃって眠れなくなっちゃったと。だからこれはまずいと思ったんで、僕公務員になるわって言ってね、彼はもう本当にこういう言い方は何なんですけれども、高校の先生が偉いとか大学の先生が偉いとか、その上の学校になれば先生のレベルが上がるっていうことでもありませんけれども、高校の先生にまさか彼がなるとは私は思わなかったっていうくらい優秀な人で、彼は高校の専任の先生になりました。はい、これが正面ですね。はい、というわけで一つのことに特化してやってきた人っていうのはやっぱり恐ろしくバランスが欠けた部分っていうのがあります。でそういうのを、支えてくれる人がいる人はね、体制できるんだろうなって思うんです。であとさっきも言いました通り、人のジェラシーにあえて火をつけるようなことのないような人間関係を、それなりに構築できる術というか、処世術とあえて言っていいかもしれませんけれども、というものを持っているということが大事なのかなと思うんです。
ですからこれからいろいろお話ししていこうと思います。はい、いつもありがとうございます。 Thank you for watching. Subscribe highly rated please if you're interested in my channel. I'm so happy and my motivation up and I'm so happy. So see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。